こんにちは。樋口一葉作大津坪森の9回目、最終回をお送りします。お母様ごきげんよう、良い新年をお迎えなされませ。さようならば参ります。と、糸まごいわざとうやうやしく。お峰、下駄を直せ。お玄関からお帰りではない、お出かけだぞ。 とずぶずぶしく大手を振りて、行く先はいずこ、父が涙は人よの騒ぎに夢とやならん。持つまじきは野良息子、持つまじきは野良をしたつるママ母ぞかし。潮花こそふらね、あとはひとまず吐き出して、若旦那退散の喜び。金は惜しけれど見る目も憎ければ。家におらぬは上々なり。 どうすればあのようにずぶとくなられるか。あの子を産んだカカさんの顔が見たい。と、ご心臓、霊によって毒舌を磨きぬ。お峰はこの出来事も何として耳にいるべき。犯したる罪の恐ろしさに、我か人か、さっきの仕業はと、今さら夢中をたどりて、 思えばこのこと現れずして済むべきや。万が中なる一枚とても数うれば目の前なるを、願いの高に相応の因ず手近のところに亡くなりしとあらば、我にしても疑いはいずこに向くべき。調べられなば何とせん、何と言わん。言い抜けんは罪深し、白状せばおじうえが上にもかかる。 我が罪は覚悟の上なれど物語おじさまにまでぬれぎぬを着せて干されぬは貧乏の習いかかることもするものと人の言いはせぬか悲しや何としたらよかろうおじさまに傷のつかぬよう我が身が頓死する方はなきかと目はご心臓が立ち居に従いて心は掛けすずりのもとにさまよいぬ。 大官城とて、この世あるほどの金をまとめて封印のことあり、ご心臓、それそれと思い出して、かけすずりに先ほど屋根屋の太郎に貸し付けの戻り、あれが二十ござりました。おみね、おみね、かけすずりをここへ、と奥の前より呼ばれて、もはやこの時、我が命は亡き者。 大旦那がお目通りにて初めよりのことを申しご心臓が無情そのままに言うてのけ術もなし法もなし正直は我が身の守り逃げもせず隠られもせずよくかしらねど盗みましたと白状はしましょうおじ様一つでなきだけをどこまでも述べて聞かれずばかいなしその場で舌かみ切って死んだなら 命に代えてうそとはおぼしめすまじそれほど度胸をすわれど奥の前へ行く心は図書の羊なりお峰が引き出したるはただ2枚残りは18あるべきはずをいかに試験束のまま見えずとてそこを返してるえども甲斐なし怪しきはおちちりしかみきれに 「いつしたためしか受け取り一通」「引き出しの分も拝借いたし騒浪」「石之助」「さては野良かと人々顔を見合わせてお峰が戦義はなかりき」「甲野与徳は我知らず石之助の罪になりしか」「いやいや知り手ついでにかぶりし罪かもしれず」 さらば石之助はお峰が守り本尊なるべし。後のこと知りたや。これで樋口一葉作大坪森は終了です。ありがとうございました。